んにちは。第73世竹野内の茂、竹内睦弘です。今日の歌ですが、こちらはまたイメージ的に考えるところがあります。体験門員堀川さんの歌です。百人一首第80首。この方のお父さんは仁義伯です。私と同じ神主です。神主で、体験門員という方に仕えてた方です。まあ微妙な方なんですけどね、体験門員は。体験門員堀川の歌ですが、百人一首80首読ませていただきます。長からむ心も知らず、黒髪の乱れて今朝は物こそ思え。もうお心は変わるかもしれないけど、ね、乱れて髪が乱れてるんです。深く物思いに沈んでますっていう女性の心です。これ後聞くの恋の歌です。まあはっきり言いましょう、関係を持った後に歌う歌なんです。これは男からの歌に対して変化を送るという想定です。歌というのは実は変化を送るってありますから、実際に関係を持たなくても送るということはあります。私も、関係を持ってない女性と歌の変化をやっております。それがその人のことを会ったこともないのに好きだった時あるじゃないですか。平安の世は基本的には相手に会ってないんですよ。肉体関係があっても暗い世で会ってるわけですから、わからないです。歌と歌の関係も、それはそれなんです。で、この歌は私、すごいなと思ったのは、黒髪の乱れた、もうこれでふと想像がつきます。乱れ髪、与謝野晶子ですね。与謝野晶子を思い出します。乱れ髪という歌詞を出しております。まさにこの体験門員堀川の歌が気に入っていたと思います。与謝野晶子は京都の永観堂で与謝野鉄幹と過ごしました。僕も一番好きなのは永観堂です。京都ではちょうど、楓が紅葉になり美しい時期です。我が竹内の宮も今楓が紅葉になりつつあり美しくなっております。ちょうどいい時期にこの歌を読めたことを
嬉しく思っております。それでは。